チャンネル。はい、西漢方薬店の西です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。生薬のことが分かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。1分でわかる生薬解説、本日は赤血名になります。耳がいかのアワビやトコブシの貝殻を用います。赤血名は別名千里口といい、目の疾患の治療薬であったことを意味します。これらを夏に捕獲した後、肉を除き殻をよく洗って乾燥させます。漢方の働きとしては、視力低下や角膜混濁に用いる名目作用、めまいや頭痛、痙攣などに用いる鎮静作用などがあります。代表的な処方に、下肢の筋力低下に用いる基盤湯、視力低下や角膜混濁に菊花や肝臓、クコシと配合するなどがあります。ぜひ覚えてみてください。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。ぜひご気軽にご相談ください。それではまた。